どうもしゅんです。こんにちは。こちらキロくんと僕の彼女のまろちゃんです。彼女じゃないんですよ。俺の彼女じゃない。彼女じゃないんですよ。いや言ってたんですよ。就活生なら無料で泊まれるホテルじゃない宿、宿っていうのがあって、うん、上活ハウスっていうんですけど、今日はそこに体験で入居させていただこうということで、一部屋にこの3人で一泊させていただこうと思います。しゅんくん邪魔だね。いやいや、キロくんがすごい邪魔なんですけど。しゅんくんマジ邪魔だわ。いや何もない問題です。すげえ悩むわ。はい、ということでじゃあ中に入っていきましょう。いや、はい、結構綺麗だよね。ね、めっちゃ綺麗だね。ね、どうしたん。まるちゃんの方が綺麗だと思うけど、ね、ありがとう。あとそういうのでもレベル低いって全然レベルが違うから、本当に。邪魔しまーす。めっちゃ綺麗やん。こんなとこ住んでんの。いや、すごいね。白い。テラスハウスみたいじゃん。ね、テラスハウスにしたらブサイクな男が2人いる。207号室ということで。なんだこの明るさは。すごい。広い、綺麗だ。お邪魔します。おー、ワンルームだ。3人にしては狭いかもしれないけど、オッケー、いい感じだね。え、いい感じだね。いい感じ、広くない？冷蔵庫ある。冷蔵庫あるし、ね、テレビもあるし、一人だと十分だね。見せて、表紙を。内定力。内定力つきそうですね。ゼロ点だな。ゼロ点のコメント力。はい、ということで今からカレーライスを作っていこうと思います。おー、すごいじゃん。おー、すごいじゃん。ハードです。すごい。うまいうまいうまい。あ、美味しそうだね。美味しそう。なんかフルーツポンチみたい。フルーツポンチみたいで美味しそう。でかくない。はい、じゃあこちらのパセリを入れていきたいと思います。あ、いいじゃん。鉛筆の匂い。鉛筆の匂いする。で、今いい空気だから邪魔しないでください。邪魔する。それは困る。あ、でも別に邪魔されるのは俺らの未来決まってるけど。いい連でずっとやるわ。すごくない？え、すごくないこれ。めっちゃすごい。モハメってレストラン就職した方がいい。いける、絶対いける。兄さん静かにしてもらっていいですか。集団で行ってる説明会とか。でもね、3月入ったから毎日行ってるかも。あ、毎日やるから。うん。え、合説とかって毎日やってるんだ、どっかで。いや、説明会。そう、会社ごとの個別の説明会に。でかくない？ダメだった。硬い。絶対口に入れてよ。え、頼むよ。はい。怖い怖い怖い。あ、やった。柔らかい。ホクホク。やった。来た。めっちゃ嬉しいじゃん。はい、せーの、いただきます。美味しそう。美味しそう。じゃあちょっと一口だけいただいてもいい？はい。おいしい。コクがあって。ほんとかよ。カレー隠し味分からなくなかったの。ほんとね、隠せてなかったよ。隠せてたよ。え、全然リンゴとかあったよ。びっくりしたのが石川が来たんだよね。あ、そうそう、はい。いや、びっくりしたよね。いや、本当運命の出会いだよね。ね、僕たちが丹精込めて作ったカレーをちょっと、はい、正直に言った方がいい。いや、本当に分かりました。いただきます。うん、はい、普通です。まずくは、ね、いや、美味しいよね、でも、はい、まずくはね、食えます。全然食えます。よかったね。この黒いのって何ですか。焦げ、焦げ、焦げ。え、めちゃめちゃ美味しくない？めちゃめちゃ美味しいです、ね、これ多分今まで食べたカレーの中でダントツで美味しいんやけど。今まで何食べたの。本音でいいんやけど、はい、上活を使ってみて どうだった。あ、地方学生向けの就活サービスで、で、そのなんていうか、インターンとか上活を通して行ってる間はここのシェアハウスが使えたりとか、ご飯無料で提供されたりとかいろいろあるやんか、はい、どう使ってみて。使ってみて。いや、全然そのなんていうの、動画でもじゃなくて、お世辞じゃなくていい。あ、なるほど。本音で。食事も無料で出るんで、うん、無料出るし、あと社員さんも結構面白いし。いや、本当いい人多いよね。いい人多いし、あと面白い企業さんがたくさんいるんで、うん、いいと思います。え、結構ケータリングっていうのは結構がっつり、本当に何自分が好きなの。麻婆豆腐です。
てか普通に俺タイアップ動画とか関係なしにおすすめしたいの、この就活サービスというか上活はいいよね。なんか地方学生の味方というか、はい、絶対もういらんやん、食べるよ。あ、本当ですか、ありがとうございます。正直、正直です、ね、正直。またゆっくり話そう、またいずれ、うん、ありがとうございました、ありがとうございました。いやいや、ね、絶対年上からさ、ね、なんかいや、まあ、おばさんからは疲れる、疲れそう、絶対疲れると。50以降はシュン、シュン、シュン、落とす名前を。じゃあなんかクラスの中心みたいな人が好きだったんですけど、うん、でも最近そうでもない、なんかあの教室の隅で、おお、難しい本読んでるタイプの。おお、なるほど、なるほど。え、どっちだった、ちなみに学生中学校の時と高校の時ってどっちタイプ？陰キャだけど、うん、クラス委員長もやる。だって陰キャだったら陰キャで終わる人ってたくさんいるけど、うん、やっぱりそういう、でも志が高い陰キャなんだと思う。じゃあそれ今も変わってない。今も変わってない、一貫している。じゃあということで、はい、まろちゃんが最近誕生日だったっていうことで、僕たちで500円ずつ誕生日プレゼントを買ってきました。セールズで買ってきたので、ちょっとありがとうございます、受け取っていただけたらなっていうふうに思います。じゃあ僕から、はい、いやもう好みが分からなかったから、僕の好きなまず黒豆せんべい、美味しい、美味しい、ありがとう。なんでこれ僕がパックとかっていうかっていうと、これなんか2つできるんですよ。だこれで、ね、仲良く2人でチューチューして食べることができるっていうことで、まあ、より仲良くなれるかなっていう、そういう楽しみ方なのということでね。これどうしても勝敗とか決めるのなんかあんのこれ。いや、おめでとうって、あ、おめでとうだけ。ゆるい、ね、平和だ、平和だね、平和だね、おめでとうございます。いや、お腹いっぱいだ、ね、楽しかったよ、楽しかった ね、 ね。いや、じゃあそろそろ寝るか。あ、その時間、その時間もう、あ、じゃ あ遅いね、もう、うん、私帰ろうかな。え、なんで、なんで、いや、もう終電そろそろなんで。あ、終電ある、あるある、まだある、ないよ、ないよ、別にゆっくりしててもいい。いや、まだあるで、いや、そんな別に無理、今急いだら、そんな無理しなくて、間に合う、あれ一緒に寝る、寝るか、寝るか。